こんにちは、エミリエコです。今回は今大人気のワールドパーティーの折りたたみ傘をちょっと紹介したいと思います。はい、こちらです。じゃん。こちらがワールドパーティーの折りたたみ傘です。本当にこれ日本中の女性が持ってるんじゃないかっていうぐらい人気の傘で、私のちょうど顔のサイズぐらい、本当に軽いです。でこれね、何グラムあるのかっていうのをちょっと測定していこうと思います。はい、では重さ測っていきます。じゃん。180190かな、190g です。はい、こちら次はケースに入れた状態で測ります。220、どちらにしても軽いですね。この折りたたみ傘がなんで人気かっていうと、すごいしっかりした作りなのにすっごい軽量なんですよ。でちょっとね、どれだけしっかりしてるのかっていうのを開けてみたいと思います。じゃん、こんな風にペンケースみたいな感じ、このポーチみたいなものに入ってて、裏面こんな風にかわいい、すごいかわいい。そしてね、今取り出したらこんな感じです。ワールドパーティー開いていきます。この取っ手は黒です。あ、ここが可愛いからちょっともう一回見せるね。このはい、こんな感じでワールドパーティーの、折りたたみ傘、はい、ちょっと開いていきたいと思います。ベリってシャキーン、これぐらいの伸びましたね。こんな感じです。どうでしょう。かわいいよね。そう、デザインが本当にかわいいんですよ、一つ一つ。たくさん種類豊富なデザインがあるので、本当にどれ買うか迷っちゃうぐらい。私結構紺とか好きなので、はい、雨の日もね、これを差してるだけで結構テンション上がります。雨の日はやっぱテンション下がるので、なんかね、雨具とかでやっぱテンション上げていきたいんですよ。長グッズとか傘とか、雨がっぱとか。マガッパレインコート、だからなんかね、その雨の時こそ落ち込まずにいられるハッピーな雨具があると私は結構いいかなと思います。どうですか。かわいいよねこれね、本当に。でこちらの気になるお値段なんですが、私はアマゾンで買ったので、2600円でした。アマゾンプライムで購入する場所によって全然価格が違うと思います、多分。まあでも軽いし可愛いし言うことなしですね、これ。丈夫だし、でこのワールドパーティーの折りたたみ傘がしっかりしてる理由があってですね、特殊な骨の構造で、耐風性に優れた折りたたみ傘っていうことで、強風を受けた時にあえて反り返る仕様にすることで風の衝撃を逃がすことができます。そして反り返った傘は閉じる動作で元に戻り壊れにくくなっています。はい、でこの製品はグラスファイバー骨を使用した特殊構造で作られ、一般の傘と比較した場合は強度はありますが、台風や突風時の時は大変危険ですのでお控えください。まあ、どんな傘もね、台風の時はダメですよ、突風の時とかね、はい、気をつけてください。で雨の時ももちろん使えるんですが、日傘としても使えるそうで、紫外線防止効果があります。結構ね、この色みたいに濃い色の場合は 90% 紫外線カットしてくれて、淡い色の場合は 80% 紫外線カットしてくれるそうです。でワールドパーティーの傘は WPC っていうふうに呼ばれてるんですけど、ワールドパーティーポシビリティクリエーションの略だそうです。はい、新たな可能性を生み出すをスローガンに2004年に誕生したドメスティックブランド、さまざまな世代とジャンルにミックスできるレインアイテムを提案していますということで、いやでも本当にこの傘は女性に大人気なので可愛いし、もう文句のつけどころがないですよね。私 Amazon で購入して2600円だったんで、価格的にもすごいコスパがいい、傘だと思います。やっぱ安い傘ってすぐ壊れるんですよ。700円ぐらいの傘とかだとね、3ヶ月ってか1ヶ月持たないんじゃないかな。そう考えるとやっぱりこれね、ワールドパーティーの傘は2600円ぐらいなのに
壊れなくて繰り返し使えていいと思います。すごいコスパがいいお買い物だと思います。はい、というわけで、なんか家の中で傘差してるのすごい変な感じなんですが、本当にテンションが上がる傘っていうのは雨の日には私はいいと思います。で、本日はワールドパーティーの折りたたみ傘を紹介してみました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。エミリーコでした。チャンネル登録お願いします。